日本大阪府大阪市西成区鶴見橋鶴見橋,鶴見橋は、大阪府大阪市西成区にある町名。現行行政地名は、鶴見橋1丁目から鶴見橋3丁目。西成区の北部に位置し、東に、花園北、西に積もり、南に朝日、北に長橋と接している。百七十三年実施の町名で、元鶴見京北通の南半鶴見橋通りの全域、 朝日北通りの北半、西市場、西萩町のそれぞれ一部に該当する。町名は十三軒堀川にかかっていた橋の名称に由来する。鶴見橋通りは、現在の西成公園や大阪府立、西成高等学校の敷地に、かつて所在した天ヶ崎宝石、つもり工場と萩の茶屋駅を結ぶ通りとしてにぎわい、鶴見橋商店街が形成された。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に西成区にある以下の通学区域に隣接する校区に、 ある小学校、西成区内にある中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。